シアルブラザーズ、うん、サタンの部屋。よくなけばコンプレックスにユーマカンタ挑んでいくってやつぜ。ついにワードトリガーコラボ始まったぜ。俺もボーダー隊になってネイバーを倒してやるぜ。トリガーオン。というわけで今回は久我ユーマでコンプレックスやっていくぜ。まあ楽しみだった、これやってみたかったのよ。だけど今回あの紋章ついてんだろ。普段俺は紋章つけないんだけど、今回つけてる理由がこれつけないと攻撃が入らない。しかもあちょ今倒したけど、今回俺即必殺をつけてるから過激が足りずにドリアドですらワンパンできないのよ。ということはよ、 3P と 4P のユーマは全く攻撃が入らねえ。カウンターキラーで入るんだけど、結構やってるけど活躍したことあんまりないから、もうほぼもうボス戦で SS 役として今回連れていくぜ。でしかも前回のメリオダスと違ってマインスイーパーないから失敗許されねえ。地雷まかれたらもう突破するしかねえのよ。もう超スピード型とスピードアップでも画面中暴れて地雷踏んでしまうから、もう逆を言うと出だしでスピードアップ決めれた場合は地雷の上通過して爆発してもなんか食らわない時あんのよ。さらにさっき言ったこの超スピード型、これが壁際のスイッチ判定2回もらうから、まあ、2回判定もらうのを利用してもいいんだけども、利用しない場合は別の壁に触れてから行かなきゃならねえ。うまく使えば強い。でこれも壁際だから2回判定をもらわない。なんでなんか特別カーレン、もう斜め角の場合は特別なんかな。あ、いった。まあ、基本的に2回判定もらうと。ああ、で、ちょっと触れてなかったわ。あの、レプリカ先生連れてきてんのよ。これによって 3P と 4P、さっき言った攻撃が入らない 3P と 4P が1回だけ、まあ、スイッチを起動して攻撃することができると。まあ、これは、万が一の場合、なるべく使いたくない。いや、でもこれちょっと5時間やってて今。その、なんでやってるかっていうと、まあ、基本的にコンプレックスも難しいんだけども、あの、さっき勝ったのよ。勝ったんだけど、明らかにクリティカルがあって勝ったから、これやり直し。本当に。もう納得いかないということで、今やり直してんのよ。ボス2がマジでむずい。本当に。ボス2が、もうスイッチの判定が本当に難しい。で、ここなんだけども、1番目のやつで突破しないと、次のターン、最初にドリアードを倒せない。3P で 4P で入ったら。だからここで突破するぜ。はい、オッケー、完璧。で、これ 3P と 4P で入ってしまった場合、ドリアードを倒すことができず、地雷をまかれて、ババーンってなるから、マジで怖いと。さあ、頼んだぜ。ここでちょっと SS 貯めていきますか。さあ、ぶち込むぜ。ザコ的にそう、突破やめてよ。はい、おお、よかった、危ねえ。おいおい、めちゃ強えじゃねえか。突破す、危ねえこれ。とりあえず横で降りていってダメージを与えないようにするぜ。オッケー。3番目が即必殺ついてないからたまらないということで、こんな感じでやり過ごしていくぜ。オッケー。で、次で突破することによって2番目で倒すことができるぜ。これ揃えれるか。いけ、オーケー、これでドロドロドン、ダサダサ、揃うの。それでマジでなんかもう一周行ってもいいかなっていう感じでやったから、今狙ってないよ。今のは今狙ってたらヤバすぎでしょ。で、ここなのよ。すぐ突破してしまう可能性あるから、マジでボス倒すなよ。本当に弾ずだけ。いやー、だっただだっだっだっちゅう。おい、弾ずだ倒せないとやばいんだけど。なーらららら、だっちゅうだっちゅうちゅう。でもそこに入るな。そこに集まるな。でもそこだったらボス1結構楽勝なんだよな。で、カウンターキラー乗ったから、たまずさ倒していくぜ。おー、ララ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 ラ、オッケー。カウンターキラー、役に立ったな。よかったよかった。
突破しますか。これでコンプレックスの下に行け。さあボス戦やっていこうぜ。うわーめっちゃ緊張する。ボス2がマジで怖え。いけるか。ボス1は楽勝。この1は得意分野。おぶハート、おい気をつけろ。マジで行ってこい。ギリギリ残して。あらら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 、よし OK。 ケツプリ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 、残れ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 。うわぶちかます。オーラー、よっしゃ、で完璧すぎる。ちゃんと残った。これはマジで気持ちいい。どうなってる。あーまあラスゲーまで行きたかったけど、まあ仕方ねえか。これで終わろう。でさっき試したところ、この位置で右行った場合ちゃんと判定2回もらったから、これで下は赤になるはず。行ってこい。さよならコンプレックス。はい、オッケーオッケー、完璧。はい、やまあかも、もう勝ち。おお、いやーよかった、マジで。いや強すぎるだろこれ本当に。また帰ってきたぜ。さっきのないでしょあれ。うわーマジで。照明とか過激もうちょっとやっとけばいったろあれ。あーでこれ上行ってまず超スピン乗らないと危険だなこれは。行ってこい。よしオッケーオッケーオッケー、流せ流せ。うわーどんどんケツたたき。バーン。いやまあ仕方ない仕方ない仕方ない。また次なのよ。次がマジでむずい。いけるか。いや乗ってないのは幸運と思った方がいい。これはラスゲーまでいけるわ。楽しみ。これでいこう。これでいけるはず。行ってこい。よし、おっしゃ、オッケー、オッケー、はい、はい、完璧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 。いや、残ってるじゃん、あいつ。このパワー。よーし、オッケー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 。いや、待って、大丈夫これ。実を言うと、さっき一回目勝ったの。この位置、マジでこの位置スイッチ失敗して、上のドリアードをクリティカルで倒したのよ。スイッチミスったからさっきはここ。これは成功させる。これは完璧なるリベンジマッチ。これはいける。行ってこい。射撃。だ。行ったら。頼む。裁くのは俺のエッセンスだ。このパワー。よっしゃ完璧勝利、完璧勝利。強い。お試しあれ。いいからそこに並べ、俺が野球をしてやるからよ。野球がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。野球って仕方ねえ。